王の間に引き出されたエルヴィンは王政幹部の前で調査兵団の有用性を説いたが受け入れられず、エレンの陰徳によって人類の存続を脅かしたとして人類憲章第6条違反により死刑が言い渡された。しかしその時、王の間に駆け込んできた兵士が重大な報告をもたらす。ウォール・ローズが巨人に突破されました。現在東区より避難住民が押し寄せてきています。ビクシュ・シールにあることを委ねた。その時俺はただ見ている。選ぶのはお前だ。そして彼らだ。避難経路を確保せよ。急げ、住民の避難が最優先じゃ。ダメだ。ウォール・シーナの扉を全て閉鎖せよ。それはウォール・ローゼの住民を人類の半数を見殺しにするとのご判断でしょうか。避難住民を受け入れれば内戦が始まるだけだ。我々は最上位の意思決定機関である。さて、できません。俺はウォール・ローゼの人間だ。扉の閉鎖は阻止させてもらう。私も加勢しよう。彼らの返事は意外だったかのう、ザックレー総統。いや、ちっとも。ザックレー、これは一体。先ほどの報告は誤報です。ご安心ください。貴様、何の真似だ。死亡者ならわしじゃ。ピクシス、こんな詐欺のような真似がまかり。そう、もしこれが本当に非常時であったなら、あなた方の先ほどの判断こそ人類憲章第6条違反、さらに偽りの王を立て政治を私したことを加えれば極刑に値するかと。エルヴィン、お前の勝ちだな。ナイル、人類はより険しい道を歩まざるを得なくなったぞ。森に潜伏中のリヴァイ班は拘束した憲兵からケニーの姓がアッカーマンであることを知る。さらにエレンとヒストリアの居場所を聞き出そうと尋問していたところへハンジとモブリットが現れる。そして彼らからクーデター成功の知らせがもたらされた。お前から預かった部下を死なせてしまったな。すまない。でも仇の鉄砲どもは君らで無力化したんだろ。いや、全部じゃねえ。その親玉とエレン、ヒストリアはまだ別の場所にいる。それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。これはエルヴィンから託されたレイス教領地の調査報告書。5年前、レイス家を襲ったある事件について書かれている。そう、ウォール・マリアが破壊された日だ。その日の夜、盗賊の襲撃によって村の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことに、その夜はレイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。ロッド・レイスを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。ロッド・レイスは家族を失った直後に突然ヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。ハンジさん、二人の居場所の心当たりって。うん、
私が気になったのは礼拝堂が全壊したところにある。盗賊ならトルモン取ってさっさと逃げるべきだろ。もはや巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値はある。わかった、その礼拝堂を目指そう。了解。エルヴィンの働きを経て現体制の崩壊が宣言された。それは王都行政区を兵団組織が制圧した直後、彼のために用意されていた処刑台の上で行われた。人類を思う。うん、あのまま王政に託すべきでした。彼らには今日まで人類を巨人から生きながらえさせた術があります。人より人類が尊い。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。しかしだったらなぜそうしなかった。それは私の理由を言おうか。昔から奴らが気に食わなかったからだ。あ、君らがやらなくても私がくたばる前に一丁かましてやるつもりだったのだ。このクーデターが人類にとっていいか悪いかなどには興味がない。大した悪党だろう。しかしそれは君も、君は死にたくなかったのだよ。私と同様人類の命運よりも個人を優先させるほど。君の理由は何だ。次は君が答える番だぞ。自分はとんだ思い上がりをしていたようです。私には夢があります。子供の頃からの夢です。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいよう記憶を改ざんされた。それが父が唱えた仮説です。シガンシナ区にあるイエーガー医師の家の地下室、そこに巨人の謎がある。そうだ、我々はその地下室にさえたどり着けば巨人の支配から脱却できる手がかりをつかめるだろう。いつか父の仮説の答え合わせがしたい。それは私の夢なんです。Oh!
ません。援護を頼みます。俺たちの勝ちだ。みんな、よくやった。